本音を隠して言葉にしない人の気持ち、正直よくわからない。じゃあ本音を言えない場面を想像したらどうかな。初恋の人に対しての気持ちとか。初恋の人に対しての気持ち。恋愛感情に心乱されて正しい選択ができなかった経験ない？ない。恋愛経験とか皆無だし。そっか。浅村君はあるの？言われてみたらないかも。ないんだ。ダメ？別に。ただ同じく恋愛未経験だとしたら現代文の点数とは無関係って結論になりそうだなって。確かに。なら感情移入で解くのをやめよう。感情を読めないものは読めないと割り切ってさ。当てずっぽう作戦？そうじゃなくて、例えば数式に当てはめるパズルみたいに。パズル？綾瀬さん、歴史は高得点だったよね。うん、まあ暗記すればいいし。そう、それ。現代文は作品とそれが書かれた時代背景を記憶しておけば意外と何が書かれてるか把握しやすい。歴史が得意だったらその知識を紐付けしていければ理解できるようになるんじゃないかな。確かにその方が得意かも。